パリ五輪最終日、11日、7月26日に開幕したパリ五輪は11日、全日程が終了し、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われた。最初は競泳男子で4冠を達成したフランス出身のレオン・マルシャンが聖火を競技場に運び、式がスタート。満員の会場がどっと湧き上がり、大歓声が響き渡った。オーケストラの演奏とともに、 各国の騎手が入場。日本は陸上やり投げ女子金メダルの北口春か JAL と開会式でも騎手を務めたブレイキン男子の中井茂之、ダンサー名茂キックスが務め、二人で日本国旗を手に持ち笑顔で姿を見せた。ダンサでつまずく様子があり、笑い合う姿があった。17日間の日程で、 日本は海外五輪では史上最多の45個のメダルを獲得。金は20個、銀12個、銅13個だった。